はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今年もですね、この季節がやってきました。クノールカップスープ、これね、食べてますよ。まあ、1年前はですね、病室にいてね、あのお味噌汁のお椀で、こう ちっちゃいお椀なんですけどもね、食べたんですけども、まあ、どうも味が濃いというかですね、まあ、味覚をあまり感じない状態なのに、まあ、塩辛いというかね、まあ、そんな感じがしててね、まあ、お湯の分量が少なかったのかなって思いながらも飲んでたんですけども、まあ、そんなのね、覚えてますね。まあ、なので今年は少し大きめのお皿といいますかね、丼鉢で食べてみたんですがね、薄すぎましたね。なみなみ入れちゃったんですよね。まあ、そして、あの、熱いお湯を入れてね、よく混ぜるんですけど、目はあってね。まあ、熱すぎて、すぐ飲めないんですよね。まあ、なので、しばらく置いとくんですけども、まあ、丼鉢が大きくて、量も多いからね、冷めないんです。まあ、なので、平べったいスープでね、飲もうと思ってるんですけども、まあ、そうなったらもうカップスープじゃないですよね。でもカップスープやったらね、味が濃いからなぁとね、味覚障害と戦いながら、まあ、食欲の秋を楽しんでいきます。これを見ていただいている皆さんもですね、まあ、特に患者さんらもそうなんですけども、まあ、先日もお話ししたんですけどね、食べるものをいろいろと試していくのもね、それなりに気晴らしになりますのでね、まあ、もみじ狩りに行けない代わりにですね、味覚狩りをしましょう。そうそう、これね、クノールカップスープなんですけどもね、毎年これをアマゾンでこうって買ってるんですけどね。作り方としましてはですね、袋の中身をカップに入れます。熱湯 150ml を注ぎ、すぐ15秒ほどかき混ぜて1分お待ちください。調理時、飲用時の熱湯でのやけどには十分ご注意ください。ワンポイント、 150ml の目安はマグカップ6分目、コーヒーカップ8分目。熱いのが苦手な方は仕上げに牛乳を加えていただくと美味しく召し上がれます。これ読んでなかった。牛乳入れたらいけるんですね。これ読んでなかった。やろう、すぐやろう、やります。これやったら飲めるかもしれへんですね。これはええな、これちょっとやりますわそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。